いや、ちょ、もう決まらないな。よろしく頼むぞ。3、2、1。さ、104話だね。いや、クリスマス会だ。あそこからなの。うん。あ、お誘いね。で、ここら辺からあれじゃない？女性視点に切り替わるんじゃない？いやー、みんな、成長してくれ。この成長っていうのが本当にね、これからの戦いの命運を分けそうだからさ。いや、エンデバーの指導もすごかったよね。的確な感じがして。もう名実ともにナンバーワンって感じになってるよね。いや、みんなそれぞれの場所で。いや、ここの二人好きだなぁ。ファットガムも好きだわ。あ、いたくん。あれ今、ミリタくん映ったかな。うん。で、先にあれだよな。倒せって言われてたよね。ヴィランを。いや、みんなそれぞれのもとでね。と。かわいい。あ、ん？ああ、やっぱりそうだよね。なんかちょっと変わったなと思ったわ。あ、みょ、ここあれだ。みんな女性しかいないね。いや、ねじれちゃんもかわいいよな。すごい髪だな、改めて見ると。お？え？デク君？もう真っ赤っかじゃんか。もうすぐ顔に出ちゃうんだな、あなたは。うん。お？おお、豪華。わあ、もう、女子会してるじゃん。めっちゃ楽しそうだね。エンデバーのとこあんなスパルタなのに。いや、ほんとほんとそれ。負けるこっからだよね。こっから今回のお話で、まあ、お茶子ちゃんたちも、まあ結構苦労するというかね、まあ大変なことになっていくんじゃない？で、そういう経験がね、まあ、実践の中で、また彼女たちを強くしてくれて、まあ、これがまた4ヶ月後に生きるわけですよ。だからその4ヶ月後にけど、まさか前回ね、あの解放軍の中にっていうか、円卓にさ、ヴィラン連合も同席してるとはっていう。だからもう両方あれだよな。もう一挙に攻めてくるっていうことなんだろうね。いや、そりゃ対応大変だよな。いや、で、これでまた若者がそのね、成長してんのを見せないために、前回のホークスさんが隠してたっていう手柄を横取りして、まあ、あれが分かった時もちょっと痺れたな。ホークスめっちゃ頑張ってんだなっていうね。いや、このホークスがだからね、もうなんかたびたび言ってるけど、このシーズンを無事乗り越えて、春だっけ？春を迎えられるのかね？まあ、春って言えばほら、出会いと別れの季節じゃん。別れ、ないかな。なんかシーズン重ねるごとにさ、結構シビアな話になってきてるじゃん。俺はすごくそれが心配なのよ。来た？あ、もうそっちか。かっこいいな。不倫国。ああ、これが今回出てくるのかね。ん？うん。トリガー。うん。ああ、あれか。うん。そういうことね。あ、それが出てくるの。あら。ああ、
じゃあ、それを確保か。押収する流れかな。ってことは戦う敵それ使ってくるんじゃないか？だからこれからね、それを使うっていう相手と戦わなきゃいけないんだろうね。それも大変だよな。トリガーにブースト。いや、あれくらいっていいんじゃない？ダメ？変わりすぎだろ。もう、このアザラシって能力がまたね、かわいいよね。お。あ！戦うのか？あんなんして。何？スチーム？あ、煙幕？てか、あれやだ、俺。自分であの能力だったら俺もう一生使いたくないわ。体からあんな穴って。想像してみてよ、みんな。超気持ち悪くない？あ、出た。データ繋がった。だからあの緑のカバーのやつじゃない？すごい量なんじゃない？いやー、敵。あ、逃げたのかな？待ち構えてると思ったけど。だからやっぱついちゃんたち来てからだね。まだいないから。いっぱい島があんのかな。空。ああ！だ、そういう考えで呼ばれるんだね。いや、けどこれでホークスさんとかはないよな。あ、獣医だ。いや、ドラゴンだからね。なんと言っても。もう初めて出てきた時あれびっくりしたもん。あの事務所、ヤクザの事務所かなんかに乗り込む時に出てきたんじゃなかったっけね。いや、これで再会だね。いやー、いいね。かっこいい。頑張れ。なんて読むんだ。いやー、この人いたらもう戦力的には。響いた。ねじれちゃんには。フロッピー。いや、この時のついちゃんまた可愛かったよね。もう魅力満載で。いや、ついちゃんも好きだよ、俺。おちゃこちゃんもいいけど。俺、最初はあれかな。やおももちゃんが気になったんだよね。けど、今は、今はついちゃんかなー。いやー、お茶こ、いや、もういいって。まあ、こんだけ響いてりゃ、やってる価値あるね。あ、このケロとかケロケロとかもう、本当に、好き。ビーチ。ビーチで決戦か。え？見すぎ？おお、かわいい。みんな、え？ってかこれでいいの？え？おお、ねえ。あ、琉球さんは、琉球さんは、相当セクシーっぽいのに。琉球さん見せてくれよ。ブーブーブー。いや、こんな行営続きもあったらさ。ナイスお尻。いや、あの色がいいね。水着のまた。うわぁ、一緒に泳いでみたい。うわぁ、
肉ばっかり。いや、みんなあんま野菜食べないね。だ、大人も。水着、来い来い、うわ、来るか、あ、来てない。そういうこと？いや、考えてる？セルキー。あ、ちゃんと考えてたんだ。まあ、そういうことにしとこうかな、みたいなオチになるのかと思ったけど。あ、ここか。クライアント。こいつらみんな能力者なんじゃない？出た。ああ、使うんだね。いや、このずるいわ、敵ばっかこんなの。こっちはなんかね、堅実にさ、努力というか、訓練重ねてさ、成長しようと頑張ってんの。うん。波動で。飛べちゃうんだもんね。すごいね。さあ、始まるぞ。いけいけ！押収してしまえ！あ、かっこいい音。この BGM。うん。お！変身するところ？あはは、もう、一瞬。いや、これで10位なんだもんね。ああ、かっこいいわ。だから見ること、この琉球さんがやっぱ、かっこいいかな、見てて、女性の。で、かわいい、ねじれちゃんは。うん。いやー、万能。いや、海空でな。頑張って。の、二人で。いや、いいコンビだ。あ、そうだ。ゴマフアザラシね。アザラシじゃなくて。うん。うわあ。いやー、1500潜れるって、俺この力があったら、ヒーローより冒険したいかもな、海。まあ、人間じゃいけないところも行けるわけじゃん。いろんな遺跡見つけられると思うんだよね。もう地上にはそういうのないからさ。この体ならサメとかあっても逃げ切りそうじゃん。夢広がるわ。いや、こっちはこっちで。同時にあれかな、同じ敵と戦うことになるかな。まあ、ちゃんとこういうね、仕事をしてるからこそのなんか、それに合った能力持ってるってのがうざいね。逃げるとき用の。おー、もう早速？早っ。あ、うん。うん。ジローちゃんみたいなあれだね。うん。お、こっちにも。さあ、みんな。ボッコボコにしてやってください。おう。ああ、こっち側の話ね。よしよしよし、もう上からもね、同時だ。あ、もう使ってくんの？
うわー、いや、ほんとこれ気持ち悪いね。この力は、きぬこちゃんも苦手だけど。え？作戦通り？あー、で、下から。うわー、こいつらも見えないじゃん。自分の力で。え、これどうなってんだろう、ここ。な、あれ指とか入れたらどうなってんの？もう見て、このなんかやだ、集合。穴の集合って嫌じゃない？いや、そしたらなんか、セルキーさんもそう見えてきちゃって、あのゴマの柄が。うわー、便利だなー。粘膜関係なしだわ。え？なんだ今の。船か。いや、あいつ逃げたんじゃない？こっちのなんか親玉みたいなの。出てこないじゃん。ついちゃうけど気づいたね。おう、逃げたんじゃね？あ、ねじれじゃん。なんか気づいた。え、え？飛行機？あ、けど、こうなったらもうこの二人の出番じゃん。まあ、地上班じゃどうにもならない。いやー、プロペラ気をつけてねー。あ、行くの？いや、どんだけ長いの？あー！届かなかったかなー。めっちゃ伸びるな、下。あ、早い？ねじりちゃんは？うん。お？あ、え？お茶子ちゃんなの？お茶子ちゃんが行くんだ。いや、そうだね。あー、もうセルキーさんのおマーク聞いてるね。オン、オフの。届くか。いや、成長してる、成長してる。おー！おー！すごい。いや、けどこれ結構振り回されて大変そう。これはびっくりするやん、敵。よしよしよし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。おぉ、決まったじゃん。いや、まだけど油断しないで。え？え？あ、操縦桿か。いや、こんなのわかる？いや、そうだよね、飛行機なんて。合ってんのか？あれ？ちょっとダメじゃない？こういう時大体うまくいくもんだけど。引くんじゃないかな多分。え？なんか不具合でもあんのか？まずくない？まずくない？いや、そうだよね。やっぱ引くよね。なお。ああ。うわ、そこ考えてんだ。ああ、え？プロペラ止まっちゃうの？おう。え？ってことはこれできるようになるのか？諦めるな。いや、成長の時か。あ、ねじるちゃん？あ、ねじれを飛ばすか、こっちはこっちで。うわぁ、考えたなぁ。どうなんの、これで。何か起きた？あ、安定したのか？おう。いやぁ、いけ！
いや、どんどんすごくなってくな、みんな能力が。おーい。不時着。まあ、あれか。そうだよね。海から飛んだんだもんね。うん。いや、ちょ、もう決まらないな。ゲロってるよ。いや、おめでとう、みんな。お？あー、釣りしてるんだ、今度は。あー、肉の後は魚。うん。あー、クライアントとか言ってたよね。おー。いやー、今度こそ琉球さんの水着は？うん。うん。これはこの後もまたなんか、いや、もういいって、もういいって、お腹いっぱいだよ、それ。いや、そう、しかも琉球さん相手だと。いや、いいんだよ。受け止めてるというか、受け入れてる人いるから。お？あー、今度は。いや、めっちゃ楽しんでんね。あ、終わっちゃった。いや、面白かったけど、これはこれで。みんなが可愛かったけど、とにかく、女の子たち。いや、もうこれ、あれちゃん、おちゃこちゃん、ほんと。いや、おちゃこちゃんだけじゃないよね。だから、これでデク君たちのエンデバーの話やって、ちょいちょいこっち側もみんな他の人たちも描かれつつ、じゃあ、その解放軍との戦い始まりましたってなったら、それこそみんなのまたね、知らない技とか、まあそういうのいっぱい出てくんじゃない？もう俺多分そこあれだろうな。既存なのか新規なのか分かんなくて混乱するんだろうな。あれこれ見たっけみたいなさ。もうそれくらい登場人物いっぱい出てきてるからね。まあけど楽しみだわ、それ。まあそこのリアクションの混乱っぷりも見てくださいよ。いやーけど、いやー、このデク君たちの方だよなー。けど成長といえばねー、みんないろいろエンデバーから言われてるし、まあ、特に黒ムチとかねー、見たいとこなんだけどねー。あのヒョロってやつじゃないところが、ちゃんとしたもう戦闘の中で使われるさ、そういう様子。いや、お前大丈夫なのかよ、ホークスー。もう、この子が出てくるとさ、もうそこがほんと心配になっちゃうよ、すぐ。お？お？うん。これは？あ、クライアントか？あ、だからさっきの国？お？え？え？またやばそうなの出てくるよ。おっ、かっちゃん？うん。おお！おお！ええー、え、え？地獄の？どういうこと？地獄のって。なんで地獄なの？和気あいあいと過ごせないの？ここでなんかデク君とかからね、そのお父さんのエンデバーの様子とかはさ、あのお兄ちゃんとかが聞いたら、お兄ちゃん結構ほら拒絶反応エンデバーに対して出てるけど、そこら辺のなんかイメージとか少し変わってきたりするんじゃない？なんせここの家族の行く末っていうのがすごく気になるね、今描かれ方してるから。最終的にはなんか円満なね、家庭になるのかなって俺は予想してるんだけどね。はい、というわけでね、また明日もリアクションさせていただきたいと思います。週3でやっていくんでね、ぜひぜひ楽しんでってください。というわけで今回の人に対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて引き続き楽しんでください。以上、動画部、とつがお送りしました。バイバイ。